今日のたけしさん、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。詩人で映画に詳しい庄野さん。そうなんですね。詩集の60ページ、風の道をまず、読んでいただきます。よろしくお願いします。イエイ。待っておりました。ある幽谷、草外の向こうの青い日がチリチリ沈み、やがて家々の裏側に隠れる。壁に貼られたポスターの中はモノクロの部屋、いにしえの歌いがギターをつまびく。洗濯物も乾きゆく。絶え間なく振り子は時を告げている。過ぎゆけば一日は早く、知らぬ間に昨日の駅は遠ざかり。僕は何をしてきたか、明日は何を求めるか、すがるこの手は器に変わり。遠くから私の名前を呼んでいる。風吹く道を行くだろう。風の道。素晴らしい。8月は落ちる月、君もまた落ちた。しかし君は8月の傍らの暗がりに落ちた、落ちた、落ちた、落ち続けた。急に落ちてきた男がまた星に帰っていってからもう何年経ったのだろう。翼を探している。翼を、翼を生やすのを忘れてしまっているから。地面を掘っても掘っても掘っても翼が、翼は、いや翼は生えてくる、生えてくる、生えてくる、生い茂っていく。翼が次々に、うん、次々に生えて生い茂っていく。ええ、伊吹隊長が言った。人間の子は人間のことだ。天使を夢まして見させちゃいかんよ。しかし、違う。違う。翼は生えてくる。天使は落ちてくるだけではない。生まれてくる。ありがとうございました。今日の竹さんも独特の世界観も空気が一変しましたね。即興なの今の。いや、そうです。すごいね。すごいな。あの、一つだけ言うと、あの、今地球に落ちてきた男って、これあのご存知の方もいるけど、デビッドボーイの。あ、そうなんだ。あの、初めて。ね、で、あの、私あの、すごいな。終戦記念日にこの風が吹くときって、あの、核戦争であの。うん、善良なおじいさんとおばあさんが亡くなってしまう。この映画の主題歌を「風が吹くとき」って歌を歌ってるのが、デビッド・ボーイ。あ、そうなんだ。作曲はあのピンク・フロイトの森本さんだけど、豪華やね。で、まあ、あのおじいさんを
森英恵久弥とおばあさんが杉村春子さんって言ったんですけど、つい今ちょっと言ってしまったのは、これ日本語版監修をやってるのが大島渚監督だった。それで、うん、去年坂本龍一さんが亡くなって、それでもうデビッド・ボーイさんもだいぶもう随分、ついそういう意味でもちょっと切ない映画だったところで、つい地球に落ちてきた男と言ってしまいました。いやー、ありがとうございます。しょうさん、ありがとうございます。素晴らしかったです。本当、ありがとうございます。さっきデビッド・ボーイ流れてましたもんね、これも、はい。では最後、前半戦、マイキさんいける？あ、もうちょっと後が、この次だね、この次だね。 OK、 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 OK。